皆様、こんにちは。公益社団法人東京共同住宅協会の谷崎と申します。今日私がいただいたお題が、入居者目線で見る清掃メンテナンスのポイント。やってもらっただけじゃダメ、大家さんもできる清掃も教えます、という内容になっております。やはりですね、建物、オーナーさんはですね、自分の自宅を持っていて、その上でこうアパート経営とかマンション、ビル経営なさってるんですけれども、やはり自分の自宅の中というのはめったに人をこう入れるわけではありませんので、極端に言ったら散らかってても汚れててもいいかもしれません。ただ賃貸経営となるとまた別です。建物がどんなに素敵で立派であってもですね、そこにこうゴミが落ちていたり、埃だらけであったりとか、汚れていたり、変な匂いがしたり、そういったところでですね、入居者さんが自分の住まいとしてその建物を借りよう、テナントさんが借りようとするときにですね、これはちょっと行き届いてないなというところで大きなマイナスになります。ですから、入居率が高い低いというのはですね、建物の間取りがいいとか、設備が整っている、入居者ニーズがちゃんと満たしている、そればかりではなくて、日常の管理、清掃、その辺もよく見られますので、その辺をですね、気をつけていければということで、今日はこういう内容にさせていただいております。よろしくお願いします。まずですね、大家さんはですね、建物を建てる、アパートマンションを建てるまでにですね、いろんな測量をしたりとか、建物を取り壊すために解体会社さんと打ち合わせしたりとか、設計の先生と打ち合わせして、で建設会社の見積もりを見たりとか、税金対策で税理士の先生と打ち合わせしたり、何か問題があるようだったら弁護士さんに入ってもらったり、それでコンサルタントが入ることもあればですね、やっと工事にこぎつけて、それで建物が完成して、で、新しいうちは入居者さんが入ってくれます。家賃の設定の仕方によってはですね、最近新築でもですね、結構2ヶ月3ヶ月時間かかる、そういった時代ではありますけれども、その辺のマーケティングをしっかりした上での、賃貸経営に踏み込む場合はですね、大方それほど失敗することはないでしょう。ただその後なんですね。賃貸経営というのはですね、長期事業収支シミュレーションを見てもですね、20年30年というそういう期間をどのように回していくのかというところが大事なポイントになりますので、そうすると、その建物が最初はピカピカでも、だん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 とこう古くなっていって、で人気がこうなくなってきますので、その中でもですね、どういうような形で維持管理していくのか、メンテナンス、その中でですね、やはり清掃というのはとても重要なポイント、ファクターになってきます。例えばですね、大家業にとって賃貸経営って何だろう。これはもう基本中の基本はですね、マンス経営なんですね。まずマンスにする、これが大家業の基本になります。で、その中で清掃とは何だろう。これについてはですね、維持管理の基本です。ですから清掃がちゃんとできてるかできてないか。で、これは入居者さんの第一印象にも関わってきますけれども、入居者さんを長期的に長くいていただくための一つのポイントになります。よくアメリカから入ってきた言葉で、もう最近は普及してますけれども、テナントリテンションという言葉があります。これはどういうことかというと、入居者様の継続、顧客満足度の高い、そういった施策を取ることによって、例えばデパートであったら長いこう太い客をこう大事にしていく、銀行さんもそうですし、サービス業はみんなそうです。そういうリテンション、その大事な顧客をリテンションしていく、継続していく。ですから大家業にとってのですね、リテンションというのはテナントリテンションと言いまして、今いる入居者にその満足度の高い管理を提供して、サービスをさして、して差し上げて、それで更新が2年に1回、3年に1回の時にもう1回更新しようかなというふうに思っていただく。ある面ではですね、入居者さんを早く入れる、マイスにするという行動、リーシングっていうんですけれども、それとともにですね、空きを出さない。これも大事な賃貸経営の要素になります。例えば、繁盛する飲食店。これ、私は大体飲食店行くとですね、必ずトイレ見ます。いろんな企業に訪問した時もですね、わざと借りるってことはしませんけれども、なるべく、こう、見るようにしてるんですけれども、
やはり繁盛している飲食店はですね、トイレきれいです。では大家さんにとって賃貸経営のトイレなんでしょうかっていうと、ゴミ置き場なんですね。やはりこうあまり目には触れない、ただしよく使われる場所、これゴミ置き場です。まあ、そこがですね、きちんと清潔な状態が保たれていて、掃除されていて、整理整頓されているか、これ大事なポイントになってきます。で、私のテーマの中でですね、大家さん自分でできるっていうお話を差し上げたと思うんですけれども、まあ、実際にはですね、まあ、自分でやるっていうのは、私実は賃貸経営やってるんですけれども、時々行って清掃します。で、清掃するのが好きか嫌いかっていうと、私はどちらかというと好きな方で、で現場に行って、それでこう、まあ、いろんな掃除するんですけれども、その時に必ず最低限手に持っていくのは手ぬぐいです。それもですね、綿100%の手ぬぐい。これはですね、まあ大体ですね、まあ、皆さんの家のどこにでもあるノベルティ品、それとか販促品として、こう気がつくとタンスの肥やしになっているものがいっぱいありますよね。まあ、そういったものを2つ、2、3枚持ってきますよね。で、それがあれば万能なんですよね。共用部分の清掃にも使えるし、それと建物の室内の清掃にも使えます。まあ、最低限それと、まあ、あとあればいいのはビニール袋、まあ、ゴミを拾って入れたりとか、まあ、いろいろこう汚いものをこうやってかき集めて、でそこにこう放り込んで、で最初持ってった手ぬぐいもですね、最初はこうまあ、空拭きしたりとか水拭きしたりとか、それで何回もこう絞って、それで使って掃除していくうちにですね、だんだん汚くなってきますので、最後もうこれ使えないなと思ったら、最後ゴミ袋に捨てます。まあ、ある程度ですね、手ぬぐいというのはですね、まあ、細かな繊維を持つ糸が組み合わさっていて織られてるっていう、そういうもので、タオルとはちょっと違うんですね。ただフローリングに落ちているほこりとか汚れ、そういったものもしっかり取れますし、まあ、使えば使うほど柔らかくなって、で掃除道具としても使いやすくなりますので、まあ、なるべくまあ、手拭いを持っていきましょうということになります。で、ある大家さんの事例なんですけれども、まあ、新宿の大家さんですね。谷崎さん、もう管理会社がね、ダメなのよ。どうしたんですかって話聞くと、もう室内のクリーングをやってもらったっていうんですけど、まあ、ちょっと前なんですけどね、まあ、1万いくらも払って、この程度の掃除なのよって見せてもらったんですよ。そしたら、まあ、やはりトイレの便器の周り、まあ、便器と、まあ、床の接着部分ですよね。そういったところとか、それと、あと、シリンダーですね。こう、窓のシリンダーとか。まあ、そういったところが、埃が溜まっていたりとか、汚れが付着したまま。まあ、ある面ではですね、清掃会社さんもですね、まあ、職人さんが入って、こう、清掃をやるんですけれども、もう、一日にですね、何件も持つわけです。で、その中で、まあ、忙しいんですね。で、その中で、こう、限られた時間でいただいた、その費用の中で、まあ、やりきるわけなんですけれども、やはり、お部屋があまりにも汚れている場合、まあ、前の入居者さんが、まあ、ほどほどにきれいにしておいていただいた場合、まあ、なかなかこう特殊な汚れがある場合とか、いろんなケースありますので、例えばキッチンなんかもですね、もうサビがですね、もうなかなか落ちないっていうケースもありますし、ですから、まあ、それと清掃業者さんにとってはですね、やはり優秀な人と、それとまあ優秀じゃないっていうわけではないんですけれども、いい加減な人も確かにいます。ただ私がその、まあ、事例見させていただいた時はですね、大したことないと思ったんですよ。確かに汚れてるけれども、まあ、これは隅々まできれいにしておく。まあ、アルプスの少女ハイジで、ね、ロッテンマイヤーさんがこうやってこう汚れをこうやって汚いわってやってたのを、ちょっとなんとなく記憶にあるんですけれども、まあ、重箱の隅つくわけではないんだけれども、ただ実際にはですね、入居者さんの目に触れるところ、それを考えると、大家さんはこういったことをやっぱり撫でて、埃があるか汚れがあるか、これはもう大事ですので。ただもう清掃会社さんが終わりましたと言って、で、まあ、その後に見に行った時に、大家さんから見て、まあ、入居者目線っていうところも大事ですけれども、満足できない場合はこれはもうしょうがないです。自分でやるしかないです。
まあ、大体ですね、優秀なプロパティマネジメント、管理会社が入っていて、その管理会社が手配する清掃、クリーニングと、それと大家さんが直接、まあ、業者さんに頼んだ清掃、まあ、ちょっと若干質が違う場合もあります。ただいずれにしてもですね、清掃会社を発注者が誰なのかっていうのもあるんですけれども、ちゃんとした管理会社が入った場合は、管理会社さんのプロパティマネージャー、まあ、物件担当の方がプラスアルファでちょっとやっぱりこう手を入れますよね。まあ、そこまでの心遣いをしてくれる管理会社を選んだ方がいいと思いますけれども、まあ、その上でですね、大家さんが見てもこれ満足できない場合は、まあ、2つ、まあ、簡単なことです。まず言えばいいんですよね。清掃が甘いですね、こういったところとこういったところ、まあ、できれば社名取って、それで直接清掃会社に頼んでいる場合は、清掃会社にこういったところもちょっと配慮してほしいんですけど、非難がましく起こるようなメールではなくて、お願い方式でもいいかもしれませんね。丁寧な文章で。で、管理会社にも同じように言えば、管理会社もこれ気を引き締めてやってくれると思います。ただ、いずれにしてもですね、細かいところになると、これはもうやりきれないところたくさんありますので、その辺は大家さんも自分でやるしかないです。で、この間あった事例についてはちょっと前なんですけど、私爪楊枝時々ポケットに入ってますので、爪楊枝でそこをコリ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 ってやるんですね。あと綿棒、まあ、この2つあればですね、まあ、そういうちょっと目につくシリンダーの周りの汚れとかゴミ、まあ、ちょっとしたこう隙間、そういったところはもうこうやってほじほじほじって言ってきれいにできますので、まあ、そのぐらいのことは大家さん自分でやった方がいいんじゃないかなというふうにも思います。私自身はそういうふうにやってましたね。で、清掃会社さんもですね、普段からそういうふうにオーナーさんも目をかけていて、ちょっとそこら辺はまあ、きめ細かくやってるっていうのが分かりますので、そうすると、まあ、そういった掃除の仕方も変わってきます。まあ、気をつけたいポイントとしてはですね、水回りですね。で、水回りの隙間、これは私にとってはですね、爪楊枝、場合によってはですね、時々、まあ、持っていくのは割り箸。割り箸もですね、こう結構使いようがあります。まあ、いろんなものでこう汚れをほじるとか、汚れをこうかき出すとか、まあ、そういったこと、そういったものはもう手元にあるもので十分です。例えばシャワーヘッド、お風呂場行くといろんなところがあるんですけれども、シャワーヘッドとかですね。それと、あと、まあ、できたらですね、大家さんもたまに自分の家族を連れて行って、たくさんのお部屋持ってる人でも一部屋ぐらいですね、自分で掃除してみる、結構それも大事だと思います。で、それは私自身もですね、まあ、この間自分の物件で息子を連れてきましたね。もうこの間成人して、もう20代前半ですけれども、で、大学も卒業して、まあ、就職して、でもまあ休みの日ちょっと手伝って、で、そこにこうどんな効果があるかというとですね、あ、お父さん普段からこういうことやってるんだというところを見せられるメリットがあります。それとこう掃除の仕方もですね、まあ、こういうふうにやるんだよとか、こういうふうに俺やってるよとかで、まあ、それと大事なのはありがとうですよね。できちんとお小遣いもあげます。で、そこでこうコミュニケーションも図れて、で、ありがとうってお礼も言えて、それでその物件に対して子供も愛情を持てるようになったりとか、いろんな効果ありますので、まあ、ぜひ家族と一緒にそういったことをやってみる。まあ、せいぜい時間として1時間2時間ですよね。で、室内のそういった掃除を手伝ってもらうケースもありますし、場合によってはですね、室外、まあ、共用部分、廊下をデッキブラシをかけるとか、場合によってはですね、まあ、除草、まあ、雑草抜きですね。で、ビニール袋持って行って、もういっぱいにして帰ってくる。まあ、それも、まあ、家族とやることによって、いろんな連帯感が生まれたりとか、会話が生まれたりとか、まあ、気にかけてもらえるようになったりとか、そういう効果がありますので、まあ、人に任せるということももちろん大事です。ただ、自分でやってみることによって、その掃除の大変さもわかるし、どの程度の清掃にお金をかけるかっていうことも分かってきます。それともう一つですね、清掃といってもですね、種類がいろいろあります。先ほどクリーニングって話をしましたけれども、
入居者さんの入退去の際にやる室内クリーニングという清掃、それと日常清掃というのがあります。これは掃き掃除、拭き掃除、まあ、例えば蛍光灯がそのついでにですね、切れていたら取り替えてもらったりとか、まあ、ついでに雑草を抜いてもらったりとか、まあ、限られた時間の中でやるっていう方法もあります。それと定期清掃、これは高圧洗浄機を使ったりとか、いろいろそういったポリッシャーをかけたりとか、1年に数回ですね。まあ、管理会社によっては定期清掃の料金を月々1万円もらって、半年に1回6万円分の定期清掃を大掛かりにやってくれるっていうところもあります。ですから、そこら辺はですね、清掃の見積もり書っていうのを見ていただくと、日常清掃と定期清掃っていうものが、これがランニングコストとしてこう見積もりを見ることができます。で、入居者の入退去のクリーニング費用というのはですね、これはその都度かかります。で、お部屋の広さによって一般的には変わってきます。で、経費をかけなくてもですね、清掃ってできます。例えばヤフオクでもですね、メルカリでもですね、いろんなこう清掃アイテム手に入れることができますので、まあ、そういったものをこうネットで購入して安く手に入れて、まあ、消耗品になりますので、そういった方法と、あと私は好きなのはダイソー、100円ショップ、キャンドゥとかセリアとかいろいろあるんですけれども、そこでこうまず、まあ、バケツの中に入れて持っていけるようなもの、まあ、重曹とかも売ってますしね、まあ、それとコリコリやるものも売ってますし、あと激落ちくんといって、こうハサミで切って四角いサイコロ状にしてこう擦れば落ちるもの、まあ、いろんなもの売ってますので、そういったアイテムを手に入れるとよろしいかと思います。まあ、こちらにありますように100円ショップで買えるもの、まあ、この間買ってきたものを画像にさせていただいてますけれども、激落ちくんとか、あと、まあ、手ぬぐいとか、まあ、タオル形式のものでもいいと思います。それと多目的クレンザー、これ意外と役に立ちます。それと、まあ、割と落ちにくいものについてはですね、亀のこだわしなんかもあると便利ですね。それともちろん、まあ、家にあると思いますけども、バケツ、それと水しぶきが飛んだりとか、いろいろな場面で使えます。これは新聞紙、これまあ、あるとですね、いろんなところで使えます。で、共用部分の掃き掃除を私するときはですね、新聞紙、もう子供の頃よくやったようにですね、教室の廊下でよくやったように、こう濡らしたものをこうやってやって、こうやって掃く、これは基本かなというふうに思います。あと、ちょっとした、まあ、汚れがあってですね、で、こう汚れかなと思って拭き取ったらですね、それが剥がれて白い下地が出てしまったっていう、例えば、まあ、塗装した木部のそういった剥がれみたいな、そういったものはですね、マジックペンとか、それとかクレヨンとか、場合によってはですね、私はアクリル絵の具でこうちょちょってやったりします。まあ、そういったところも、まあ、いろんなもの売ってますので、全部100円ショップで手に入れることができますので、もう1000円も予算あれば十分いろんなものができるものが手に入ります。でも、それを持って自分のマンションに行くっていうのは結構ピクニック気分で楽しいと思います。まあ、そういったこともぜひチャレンジしていただければというふうに思います。で、プロの人にですね、それでも頼んだ方が早いし間違いないです。で、彼らもいろんな道具といろんな洗剤を持ってますので、まあ、ただまあ、付け焼き刃でやってるような、そういったまあ、なんていうんですかね、家内工業的な清掃会社と本物のプロの清掃会社ではやっぱりこう差が出てきます。で、原状回復のクリーニングってどんなのがあるのかなというところで、こちらに書いてありますように、エアコン、それとキッチン周り、それと水回り、それとお部屋周り、お部屋の中、まあ、フローリングのところからまあ全部やってもらうんですけれども、まあ、費用的なものについてはですね、一般的には少しこう参考の金額も出させていただいてます。カーペットの洗浄ということになると1万8000円から。で、厨房というかですね、まあ、ちゃんとしたキッチン、そのクリーニングが1万6000円、800円と、フードダクトの清掃1万5000円、排水管洗浄8000円、害虫駆除2万8000円、高圧洗浄1万5000円から。ただ、これは全部ですね、見積もりを取ればよろしいかと思います。まあ、プロっていうのはですね、ある面ではですね、
まあ、ロットでいろんな部材とか資材とか洗剤、いろんな道具をロットで手に入れておりますので、まあ、ある面ではですね、オーナーさんが自分で用意するような安上がりのケースも結構あります。例えば高圧洗浄機、ケルファーっていうのがあってですね、よく通販とかでもこうテレビショッピングでもやってます。シャーってやってこう見る間にこう綺麗になってるのがありますよね。でもあれを実際共用部分でやろうとすると水圧が足りないのと、やはりですね、まあ、このぐらいの面積をやるんだったら効果ありますけれども、やっぱりマンション、アパート、ビルのですね、床をきれいにしようと思ったらですね、あれじゃもう容量が足りないです。とすると業務用の洗浄機っていうのがあります。で、まあ、業務用の洗浄機もですね、ピンキリなんですけれども、だいたい10万円ぐらいすると、だいたいケルファーで3時間かかるものが、だいたい2、30分でできるぐらいの容量になります。もっと高圧洗浄のこう容量が強いものになると、それはもう何十万としますので、まあ、業務用の10万単位のもの、もしくはさらに40万、50万するような代物になると、やはりプロが頼んだ方が早くて正確で綺麗で間違いないというふうになると思います。まあ、そういったところでですね、まあ、清掃を自分でやろうっていうのはもう私はこれは基本だと思います。ただそれと同時にですね、自分でやりきれないものについてやはり人に頼んだ方がよろしいかと思います。で、清掃会社のポイント、ここに書かせていただいてます。早いか、まず早いかどうかですね。それと、まあ、近いかどうか、それと専門性があるかどうか、信頼性があるかどうか、それと実績はあるんですか、それと丁寧さがどの程度なのか、これはやってもらわないといけないんですけれども、清掃に関しては反復するものであって、時々行ってチェックすることもできます。まあ、そういったところではですね、大事な部門になりますので、清掃会社選び、これについてはですね、まあ、後でこう東京共同住宅協会の清掃会社選びのポイント、分かるような項目もこれから作りますので、そういうのを見ていただければというふうに思います。ただよく言われるのはですね、1時間頼む、で1時間で2,000円、高いと思いません？って言われることあるんですね。まあ、今の世の中時給1,000円とか1,200円とかで、2,000円とか場合によっては2,500円、高いか安いか、ただ自分実態上ですね、清掃会社に聞いてみたんですね。そしたら、この物件を週に1回2時間やってもらう、この物件もやってもらう、あそこもやってもらうって見積もり出してもらった時に、やっぱり人件費として1人当たり1時間、人件費プラスアルファなんですけれども、2,000円から2,500円になるんです。でもどうしてそういう金額になるかというと、清掃員を採用するための採用経費ってかかるんです。簡単に集まらないので、何度も求人広告を打ったりします。ですから人の採用経費結構かかるんですね。それと交通費、交通費別にもらえるんですか、それとも込みなんですか。でも交通費大体込みになります。とするとですね、時給2,000円から2,500円っていうことではなくて、大体1時間あたり2,000円から2,500円というのは通常普通にかかってくるんだなということが分かりました。まあ、そういったところもですね、その道具を全部揃えるための経費も全部入ってますし、まあ、そういったところでそういった費用がかかるだろうということをご認識いただければと思います。で、こちらはですね、管理会社経由のプロの室内クリーニング、アパートマンションのセット価格の例です。部屋の広さによって、だいたい、まあ、単身向けは1部屋あたり、まあ、3万5,000円前後で、30平米から40平米ぐらい、この辺になるとリンクスとかちょっと広めの単身向けですけれども4万円ぐらいで、ファミリーになるとこれ見ていただくとですね、まあ、5万円前後しますよね。で、70平米っていうと、まあ、ファミリーです。ファミリーの中でもだんだん広くなってきますけれども、そうすると平米単価800円ぐらいという価格帯になってます。これは私がいろいろ調べた上で、で管理会社さんが責任を持って手配していただいて、それなりの、まあ、例えば空室が出てクリーニング入ってもらった、でも今こういう時代ですから、もう2週間3週間で決まるってこともなくて、いろんな内見の業者様がこう出入りしたりとか、もしくはまあ1ヶ月2ヶ月の間にほこりもたまります。
そういったフォローまでしてくれるっていう前提でいくと、このぐらいの金額が大体一般的かと思います。これよりも安ければ、その分若干質が落ちたりとか、まあ、これよりも高いとちょっと取りすぎかなと思ったりとか、まあ、そういった企画方になりますので、この辺をチェックしていただければというふうに思います。それとやはりですね、ビフォーアフター、清掃前、清掃後についてきちんと報告書を出していただけると、それはありがたいなというふうに思います。それとプロパティマネジメントやってる会社さんはビフォーアフター必ず取ってます。それはなぜかというとですね、まず原状回復の責任を持ってますので、原状回復を終わりました、でこれから清掃しますっていう段階で一回ちゃんと写真撮ってます。でその後クリーニングした後に入居者さんにそれを見せて、あなたが入居した時はこういう状態でお貸ししてますからねっていうところで、東京ルールではないんですけれども、原状回復の証拠にします。まあそういった面ではですね、ちゃんとした管理会社というのはですね、写真をたくさん撮ってます。膨大な量を撮ってます。まあそういったところではビフォーアフターみたいな写真というのは必ず撮ってくれてますので、それはオーナーさんにとっても重要なそういったポイントになってきますので、そういったことをきちんとやってる会社かどうかというところ、そこを見極める必要があるかと思います。まあ普段からですね、エントランス、それと先ほど申し上げましたゴミ置き場、あと共用廊下であったりとか、エレベーターホールであったりとか、まあその辺の整え、清掃、あと例えばですね、掲示板があって、その掲示板に貼ってある画びょうが錆びてるとかどうかとか、掲示板のこう紙が揺れてるか揺れてないかとか、まあそういったところまできめ細かくチェックして、最新のいい状態を常に入居者さんに見ていただく、これが円満健全な賃貸経営の基本になってきますので、ぜひ皆様、まずは自分で掃除をしてみようという気になって、ぜひやってみていただければと思います。以上で私のお話を終わらせていただきます。ありがとうございます。